さあ今回は11月8日に放送されましたハプニングコントを振り返りたいと思います。ああ、面白かったね、ハプニングコントね。ビスケットブラザーズと織田上田か。ビスケットブラザーズは どうなったんだっけな。いや、もうあのほら原田の方がなんかこう、それにこうちゃんと続けたのか、うん、ちゃんとキャラに沿ってやって、そうよね、うん、あ、よくうまくクリアしたなっていう感じの回だった、うん。上田の方はね、上田がちょっとぶち切れてな、何やってんねん的なのはあったけどね、うん、か顔を出したりとか あったね。あ、まあ確かになんか面白かったですね、今回ね、うん、あのオリジナリティが各自あって。そうだね、あのほら、まあ、ビスケットブラザーズとかさ、他のコンビもそうだけど、ほら意外とああいうのって仕掛ける側がさ、ちょっとなんかこう追い込まれたりするじゃん、仕掛ける側なのに、とか、あれ相方困ってる、ちょっとなんか悪いことしてんのかな、うん、みたいなのがちょっと垣間見えるじゃん、うん、表情とかから。あの織田上田の織田ってモンスターだよね、そういう意味ではね。関係ないね、あいつずっと同じので、なんでやねーみたいな感じでいけるじゃん、あいつなんか電話とかも平気で何回も出て、なんか誰だっけ、誰かって言ってたよね。三浦マイルドね、 あいつ怖いよね、なんかそういう意味ではね。あいつなんかそう、ずっとそのトーンでいけるっていうかね、平常心で。さあ、そしたらここで、恒例企画、岡部クイズ、間違えたら即くすぐりの OK! やめろって。なあ、いやいや、ちょっともうマジやめろって。なあ、いや、あ、違う違う、ごめん、あの、くすぐりもそうだけど、この変態やめろって。変態かどうかは知りませんけど、変態の可能性は。変態、変態だよな。絶対変態だって。可能性は高いかもしれませんけども、言わないでください。顔見ただけで。かわいそうだから。話を聞いてあげてから言ってください。ああ、おい、ゆっくり話を聞いて、うん、ああ、君は変態だね、と。なんか最近ね、それで結論はいいの。ちょっとなんか、物騒な事件とかが、夕方ぐらいになって、こう、スローでこういう時によく。いや、ほら、こいつそうだって。なあ。ねえ、あの、防犯カメラに映ってたのがこういう。そうだよ。俺さ、誰かの逮捕直後の顔で見たことあるもん。逮捕歴あるかもしれないけども、それは聞いてから言ってくださいね。見た目では言わないでいただきたい。さあ、今回は、また商品もあるね。間違えたらくすぐりです。いや、もうくすぐりマジ勘弁。さあ、こちらの写真をご覧ください。この写真に隠された裏話とは一体何でしょうか。しないよ。こんな当たるわけないじゃん。ね、これはね、当たるかもしれないな。当たるかもなんてクイズは嫌だ。ほぼ当たらない、当たるかも。ほら、これね、だって今もう言っちゃいます、うん。原田がスタッフに何かを話しかけて、スタッフ入ってなんか言ってる感じじゃないですか。うん、もうこれなんですよ。これが答えなんですよ。へえ、原田が何かを。だから原、もうズバリだから原田が。スタッフに何を言ってんのかということを考えればいいってことかな、はい。いや、もうここまで言ってるからやっぱ本当に嫌だろうから、くすぐり。そんなわかんないもん。でもこの前を考えたらってことですよ、前を考えたら。はい、ネタもう一回取り直ししなくていいですかみたいなことを問いかけた。正解マジか、やったやったほらよしよしこらよしマジかよしすげえな。やっぱ俺くすぐりなのか、あの変態に対する恐怖感なのか。これは変…いや相当な…変態かっこかりですね。いや、変態かっこ仮の多分恐怖感が多分俺の底力を引き出すんだろうな。いや、だってこんなの一発で当たらないよ。当たんないよな。原田さんに撮り直しできないですかと何回も真っ直ぐな眼差しで言われ、時間が長くて厳しいですと答えるしかなかったと。よし、いや、もうそのままだって岡部クイズでこんなスパーンと当たることなんかないからね。そうよ、いつもだったらもうこら、わかるかわかるかわかるか、用意もしてました、きっと。だってもう商品をそもそも用意してなかったですから、今セッティングしましたから。どういうことだよ今はい、商品
コンサート駄菓子屋で買ってきたみたいな感じやめろ。何ですか今回は。何ですか。いろんな飴いらないよ。あなあ今回ちょっと色がダークめの色飴。さっきのちょっと明るめですもんね。いやええわいろんなのど飴。これはちょっとあの変態君かっこ仮のとの上田さんのライバルこれストーリー始まったかもしれない。いやもう今日で終わりにしてくれ。これ悔しいでしょやっぱ女ね。一回ちょこちょこってやっただけだよ今日。いやめっちゃスタンバイして。もう一回やりたかった。いやいやお前何に燃やしてんだ投資を。悔しいよね。じゃあじゃあ彼が作ったクイズでもないだろう。なのにくすぐりたいっていう願望おかしいじゃんか。これはちょっとこれは次回しっかりやらないと。いいもうマジいやで怖いのにずーっと変態が俺を見てんのよ。カッコ仮ですね。カッコ仮が。確かに見たな、なんか。なんか YouTube なのかな。なんかでスロー映像かなんかで見たんですよ。なんか見ただろ。今日は良かったね、問題としては。まあまあこれぐらいの問題なら確かにね、だってこれでだったら分かるかとかにならないでしょ両方とも。まあまあだからそうそうちょもう考えたら分かる、でも間違えるかもしれないという両門を作ってこないと変態君のやっぱり出番がないから。かっこ仮な、かっこ仮な。まだ分かんないからね、こっちが推定で変態って言ってるだけだから。岡部変態組の今日は負けよ。もう2人で頑張ってなんか作らないと。岡部変態ペアでね、分かった。でも変態は変態。いや変態自分では言わないから。そうか、自分ではノーマルだと思ってたもんね、変態も。だからそれはもう一回飲みに行ってゆっくり話せばいっぱい出てくるかもしれない。だから俺は今のうちに変態って言っちゃダメだから。カッコ仮だから今度ちょっと、ね、ゆっくりちょっと話すか、そのいかに変態か変態じゃないかっていうのが。うん、なんでだろうね。別に真面目そうなんだけど、ね、全然真面目そうだよ。でも変態って真面目そうだからね。まあなんかほらチャラチャラしてたらなんかあいつもいかにもおかしそうじゃんって。でもほらくんねしてたらね。そう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 、うん、でもほら要はむっつりスケベみたいなのが変態って言われるわけじゃん、うん、でむっつりスケベって真面目じゃん。むっつりスケベ、うん、的なのって真面目な人じゃん、うんうん、だからそういう意味ではもう正真正銘の変態。かっこ仮だけどな。なんか変、なんだろう、むっつりなのかなんか分かりませんけどね、なんか見たことがあるっていう。そのなんかちょっと物騒な事件の。そうなのよ。出てくるとこね、ここ。そうそう。出てきて、こう、なんかこう、これモザイクかかって、こうやって。で、こう、一回だけこう、カメラで。それ、な確か見たんだよ、だから。戻ってきたんだ。いや戻ってきたんだよ。いやだから怖いね、これ。OK でーすってなって、俺帰るときに刺されんじゃねえかって。そっち系じゃないよね。刺し系じゃないよね。刺し系じゃないって。そう、なんかそう、性的な変態の方。変態でいい。魔が差したっていうだけのことです。5時から男か。クリームなんたら1時間スペシャル。懐かしクイズ企画でインストールされた桜坂が大御所相手に大暴れ。座れよ人間。うるせえな、おやな。お楽しみに。せーの、チャンネル登録お願いします。